ニュートラルコントロール、またはニュートラルアイドル制御とは自動車のオートマチックトランスミッション制御による燃費向上技術である。D レンジにおいてブレーキを踏んで停車すると AT が自動的にニュートラルポジションになり、ブレーキを解除すると D ポジションに復帰することでクリープ動作による負荷を低減し、エンジンのアイドリング時の燃料消費量を低減する。作動条件は 車両が完全に停止していること、ブレーキペダルを踏んでいること、アクセルを踏んでいないことの3つの条件が揃ったとき、路面が急勾配の場所では、クリープ動作による駆動力が復帰するまでの間に、若干の後退が起こることがある。ニュートラルコントロール搭載者は、車種や個体差によって、D レンジ復帰時にショックが発生することがある。 またブレーキからアクセルへ素早く踏み替えた場合、タイムラグが生じる場合がある。停車時のアイドリング振動の低減や燃費の向上を目的に、オペル車の乗用車に採用されており、日本へは1996年に輸入された、ベクトラの4足 AT から導入され、アストラ、ザフィーラの OEM である、スバルトラビックにも搭載されていた。近年では、 各社の AT や CVT に広く採用が広がっている。ありがとうございます。